とこう用途、役目をやっぱり終えたものというか、そういうものがまたこう生き物として生まれ変わってほしいなと思ってます。廃材から新たに生まれる命。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は現代美術家富田夏実。多摩美術大学で油絵を専攻していながら立体物を作り続ける。まあ、廃材といってもすごい身近なものというか、こうちょっとしたドリンクの蓋だったり、日常生活で出てくるような廃材を主に使っています。廃材ってこう一度役割を終えたものというか、その新品にはないなんていうか、まあ、表面のこう傷だったりとか、それってこう物がたどってきた痕跡というか、そういうのがこうそのもののストーリーがそこに現れてるなと思って、そういうところにも魅力を感じますし、決してこう綺麗だからその形とか、綺麗だからその色になったわけではなくて、もともと持ってるその機能が意外にこう面白い形だったり美しかったりとか、そういったもののこう魅力をすごく感じて、そういったものが一度役割を終えたものがまた新しく生き物に生まれ変わってほしいなと思って作ってますね。そして彼女がもう一つ作る雑誌から生まれるアート。他人の集団というか、それがすごく面白いなと思っていて、電車に乗っててもこう前にこう一列 どうしても見てしまうというか、まあ、全然こう知らない他人同士なのに肌が触れるくらいの距離にこう近づいて座っていて、でもそれでも相手を気にしないで、みんな携帯いじってたりとか本読んでたりとか、こう自分の世界に各々入ってるっていう不思議な空間だなと思っていて、なんかこう自分でもクスクスとこう思いながら皮肉を込めて作ってたりもするんですけど、でも自分にもそういう部分があったりとか、自分も人間なので、だからこう温かい目で見た皮肉というか なんかちょっとこう親近感もあり。不要になったものから生まれるメッセージ。そんな富田夏実のブレイク前夜。続けていくことが意外に簡単なようですごく難しい世界だなと思うので、その時にこう自分が作りたいものをこうストレートに表現していくことっていうのがシンプルなんですけど、一番まあ大切で難しいことだなと思うので、そういうふうに自分が作りたいものをその時々ストレートに作り続けていきたいと思ってます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は美術家長誠一郎のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。